どうも、憧れの人は佐渡光孝さん、つどちゃんでございます。というわけでやってまいりました、飛ばし屋ランキングベスト5。ついにこの日が来ましたね。えー、一昔前で言うとね、飛ばしといえばタイガー・ウッズ一強。そんな時代がね、長く続きましたが、近年はクラブの進化、ウエイトトレーニングの進化、そしてスイング理論の進化により、怪物級の飛ばし屋、続々と台頭してきてますよね。 えー、須藤ちゃんの独自のデータに基づいた独自のランキング作ってみましたので早速見ていきましょうどうぞまずは第5位ウィンダム・クラーク先日行われた全米オープンの覇者ですよ、えー、名門そして難コースロサンゼルス CC を見事に攻略してみせましたよねなんといってもその武器は抜群の飛距離そしてビッグフェードですよね 非常に大きく、ドライバーでね、大きく、フェイドボール、曲げてくる選手なんですよ。もう、フェイドというよりは、もう、ビッグスライスといった感じでね、思いっきり左に出して、そっからガーッとね、フェアウェイに戻してくる。そんな独特の球筋で、あのロサンゼルス CC、えー、攻略しましたよね。 使用ドライバーはタイトリストのトゥルーテンパー。え、もともと PX シートの契約選手だったんですが、えー、タイトリストでのビッグタイトル出しとなりました。さあ、それでは全米王者のスイングを見ていきましょう。まずアドレスで右腕結構被さって構えます。これはね、フェイドヒッターの特徴。左に出玉を出したいので、出玉みって。出玉を出したいので、ちょっと右腕被せます。しかしこれね、えー、おじさんゴルファーやらないでください。 おじさんゴルフはこうやって右腕かぶさって構えると、すぐ、大カットスライス祭り、開催中になってしまいます。首チョンパスイング、えー、なってしまいますよね。右腕かぶさるのはやめましょう。でね、このね、切り返しで飛ばしの秘訣その1、行われるんですよ。この切り返しで真下に沈み込む動き、ぐっとこのね、上半身、こ頭をぐっと、真下にベクトル向けていきますよね。 これはこの後地面反力使っていくよっていうサインですね。地面反力が彼の飛ばしの秘訣になってってる。それはもうね、火を見るより明らかですよね。そして飛ばしの秘訣その2、ここ。えー、グリップエンドを猛烈に引っ張ってってんの分かりますもうね、このクラブフェイスをボールにぶつけるっていう動きをおじさんゴルファーってすぐしがちじゃないですか。 えー、ゴルフスイングってそうじゃないんですよ。グリップエンドを引っ張り続けるんです。これが本質です。ゴルフスイングの。引っ張り続けることによってオートマチックに、このヘッド、えー、フェイスがボールにアタックしていく。これがゴルフスイングです。彼はそれを猛烈に遂行していきますよね。でね、このインパクト周辺見てください。結構ダウンブローに入ってってるんですよ。これもすごいですよね。こんなダウンブローに入れたらおじさんゴルフは、すぐ右ペラ。 右ペラの大安売りになってしまいますよね。球捕まりません、普通は。なんで彼は球捕まえれんのこのね、強烈な右サイドベントなんですよ。この右サイドベント、強烈に入れていくことによって球捕まえてってる。これもちょっとおじさんゴルファーは真似できません。こんな強烈な動きはね、ちょっとおじさんには無理です。えー、非常にね、難しいスイングですね、これはね。 さあ、第4位はこの男、キャメロン・ヤングちゃんですよ。もうこの体格に見合った、髭面に見合った強烈なハイボール、打っていきますよね。もうね、僕が見てる中では、このインパクトの衝撃、PGA ナンバーワンじゃないですかインパクトの衝撃って日本語おかしいか。えー、ゆっくりスローみたいなもんですもんね。まあ、ともかく、インパクトの音がとにかくすごいんですよ。もうバカーンって落しますよね。 えー、すごいパワーですよ。もともと野球選手だったんですよね。幼少期は野球をやっていたらしく、もうとんでもないスイングスピードを誇っていきます。さあ、キャメロン・ヤングちゃんのスイング見ていきましょう。まずここのポジションでフェイスはややオープン気味。えー、フェイスの開閉を使っていくタイプなんだなっていうのがここでわかると思います。でね、彼はね、とにかくフィジカルモンスター。フィジカルが強烈。 野球やってたっていうのもあるかもしれませんが、身長180センチで、もうとにかくとんでもないフィジカルを誇ってます。この後それが明らかになっていきます。でね、もう一つ特徴その1で、ここでね、ストップモーションを使うんですよ。つまり、松山英樹のあの動きですねえ。トップで一旦止まるんです。これね、PGA とかね、プロの世界でもかなり珍しい。えー、反動使えませんので、 あんまりね、こういった選手見られないですよね。松山英樹とこのキャメロン・ヤングちゃん、二人ぐらいしかね、僕も思いつきません。ストップモーションから振り下ろしていくこのダウンスイングで右肘、猛烈に内側に寄せていきますよね。で、右肘はかなりくっついていくタイプ。で、くっついていくことによって、えー、クラブヘッドがシャローに入っていく。 シャローにね、低いとこから上にガツーンと勝ち上げる、もうこの人のスイング、一言で言ったら、勝ち上げスイングです、下からドカーンと勝ち上げていって、もうロースピンのハイボール、あハイフェード、ドカーンと打っていく、そういったタイプのスイングですよね、えー、野球で例えるとね、柳田悠岐、えー、ソフトバンクの柳田よのようなね、そんなスイングですよね。 もう変態打ちですよもう下から重っくそ勝ち上げるこれはねとんでもないフィジカルモンスターにしかできませんこんなスイングはえーコツと少々のおじさんゴルファー真似しないでくださいこんなね下から勝ち上げたらもうね骨折れますやめてください非常にこれはねフィジカルの強い選手しかできないスイングですねさあ続いては正面から見ていきましょうグーッ と、ここで、やや右足に重心を乗せてって、深い捻転ですね。この人の、えー、フィジカルは強いだけではない、しなやかです。で、ダウンスイング、深いためからダウン入っていくんですが、この左足首見てください。これ左足首。うーん、ポキーンですよ、これ。もう、くじいてるでしょ、これ、普通に。こんなに左足首、こんなことなるこれ、からおじさんゴルファー真似しないでください。 これ、大念座します。おじさんゴルファー。次の日会社にビッコで行くことになります。やんないでください。こんな動きは。で、ものすごいシャロー。もう地面のね、低いとこからガツーンと勝ち上げる。見てくださいよ。このアッパースイングを。これね、右足に重心残ってスイングするからこんなにアッパーで触れるんですね。 えー、おじさんゴルファー真似しちゃいけませんよ、こんなに右足に体重残したまま振ると、明治の大砲、一発であのかっこ悪いスイングになってしまいます、気をつけてください。さあ、第3位、ローリー・マキロイ、ここで登場北アイルランド、なんだと、須藤ちゃんのマキロイが1位だろうなんていうね、えー、おじさんゴルファーの、ね、大絶叫、聞こえてきそうですが、なんとここで登場ですよ、マキロイちゃん。 見てください、この、説明不要のもうね、説明不要でしょ、これ。ダイナミッククール。かっこいいですね。かっこよく飛ばしてきますよね。えー、昨日行われたね、全米オープンでも、クラークに次いで惜しくも2位。1打差2位で全米オープン、2回目の優勝を逃しましたよね。しかしね、強さは本当に変わらない。体の強さ、スイングの強さ。 メンタルの強さ、素晴らしいゴルファーであります。さあ、それではマキロイのスイング見ていきますよ。飛ばしの秘訣探っていきます。えー、まずはこのバックスイング。非常にね、こう、ワンプレーンにシンプルに上げていく。こういったタイプですよね。こうね、上に上げるというよりは斜め。この斜めに、このダウンスイングを意識して、ここにダウンスイングを下ろすよっていうとこ、 をワンプレーに上げていく。そんなタイプですよね。で、このトップは手元が非常にボールから一番遠いところに行って、フェイスはややオープン。えー、なんでかというと、マキロイはフェイスローテーション、アームローテーションを強烈に入れていくタイプ。そこでスイングスピードを生み出していきますので、えー、非常に、こう、あまりストロング強く握っていきません。 ストロンググリップにしてしまってさらにフェースローテーション強烈に入れると左へのミスが多くなってしまうので、えー、そういった、えー、いや緩やかなストロンググリップになっていくんですがこのダウンが強烈下への沈み込みも,ももちろんあるんですがこのねこの腰の回転ですよで腰を早めに回転させると思ったらここで一旦ツイストの動き入ります。 え、腰の逆回転ですね。これ、馬場サキ選手のあの動きですよね。で、馬場咲選手みたく、えー、腰を一旦戻すまでは行ってないんですが、腰完全にここで止めます。腰を止めることによって、そこをビューンとクラブヘッドが手元を追い越していく。この動きですよね。ここで一気にクラブヘッドが加速するんですよ。 で、アームローテーション、フェイスローテーションを思いっきり入れていくことによって、さらにクラブヘッドは加速する。ここですよね。飛ばしの秘訣、スイングスピードの秘訣。ただ、強烈にフェイスローテーション、アームローテーションを入れてきますので、え、よってマキロイは左へのミスがやや多い。こういった弱点もあります。いやー、でも素晴らしい動き、回転。もう回転っていうかもうね、ちっちゃい竜巻ですよ。 もう人間竜巻竜巻スイングさあ、マキロイの正面から見ていきますよ。えー、ご覧のように、左手、えー、フックグリップ、ストロンググリップがやや弱め。えー、昨今の選手は非常に強くね、えー、ストロンググリップ、えー、握っていく選手多いんですが、フェイスローテーションがっつり入れていくために、やや弱めのストロンググリップになっています。 え、まあ、ほぼスクエアですね。で、このバックスイングでもう地面スレスレ、地面スレスレをスワッと上げていく。なんかね、クラブヘッドをね、後方に放り投げるような、そんなバックスイングですよね。で、こっから一気にダウンに行くんですが、まあ、トップがかっこいいね、これね。本当にかっこいいトップですよね。なんかこう、もうスポーツ力学的に非常に正しいというのが、えー、勉強してない僕でもわかります。 で、ガーッとこうね、ダウン入っていくんですが、非常にアームローテーション強く入れていくっていうのが、このビジネスゾーンからわかりますよね。で、溜めももちろん深い。えー、クラブヘッドがまだ上に行ってる途中に切り返しているので、こういったためが、深いためができていきます。で、右。 えー、顔をね、やや右に残すことによって、強いビハインドボ・ビハインドザ・ボールを作っていく。これがまた体とクラブを引っ張り合って、強烈に、えー、クラブヘッド加速させていきますよね。で、ここでアームローテーションを強烈に入れる。で、足は地面反力で後ろに飛ぶイメージですよね。後ろに飛ぶ、お尻方向に飛ぶ。で、右手見てください。完全に左手を追い越してってますよね、これね。 右手が大きくかぶさっていくここねここで右手が左手を追い越す完全なアームローテーションバシッと入っていきますねこの動きはもう完全にねおじさんゴルファー真似してくださいこうやって球を捕まえていくのがゴルフスイングですもう思いっきりストロンググリップに握ってアームローテーションしない風に打っていくそういう選手多いですがおじさんゴルファーにあんまり真似してほしくないな僕はやっぱりこうやって フェイスローテーション、アームローテーションきっちり入れてって、ボール捕まえていくのが理想だと僕は思っております。さあ、第2位はブライソン・デシャンボー。この人です。もうめっきりね、リブゴルフ行ってから見れなくなりましたが、まあ、コロナ明けの肉体大改造びっくりしましたね。これ見てください、この映像。これコロナ前のデシャンボーです。非常に細いですよね。これが元々のデシャンボーなんですよ。決してこの時は飛ばし屋じゃなかった。 しかしコロナ明けてこれですよ。超人ハルクみたいにね、なって戻ってきましたよね。で、このスイング。<laughs> もうバゲモンでしょ。もうね、ゴルフ科学者って言われてますけども、もう強科学者、マットサイエンティストですよ。いやー、すごいですよね。もう自らのね、人体を改造して改造して、で、ゴルフにもう、 人体ごと捧げていくみたいなね。もう、何から何まで強烈ですよね。これ見てくださいよ。ドラコンプロでしょこれどう考えても。これ実際ね、ドラコンプロと一緒に練習してんですよね。すごいですよね。これマッドサイエンティスト、強化学者ぶりが。いやーんでね、また最近ね、少し痩せてきてね、こう、体をブラッシュアップして、今こんな感じになってるんですね。 なんかね、コロナ前とコロナ明けのでっかくしたのと中間ぐらいのちょうどいい、なんかもう、とんでもない肉体を手に入れたみたいなね。で、これ見てください、これ。面白いですよ。なんすか、この飛距離。<laughs> 馬鹿げてるでしょ、この飛距離。なにこれ。8万円でって200ヤードってもう行かれてんのか、これ。見てくださいよ、これ。もう笑おけるますよね、これね。なんすか、この飛距離は。これ2023年の飛距離らしいです。 さあ、それではデシャンボーのスイング見ていきましょう。スイングはね、意外にシンプルなんですよ。まずこのノーコック打法ですよね。えー、堀川美久雲選手のようなアドレスからノーコックでぐーっとバックスイングし、上げていきます。で、フェイスはややオープン気味、えー。マキロイと一緒でフェイスローテーションをきっちり入れていくタイプですね。で、ぐーっとここまでは本当にノーコック。しかし、 昔はね、痩せてる時は、こっからノーコックでそのままダウンスイング入っていったんですが、今はもう飛距離をね、結構ね、重視してるので、こっからグッとね、コック入っていく。そして左足はヒールアップですね。これ、ドラコンドライバーがよく使うテクニック。ヒールアップさせて限界まで体を粘点しきる。もう、見てくださいよ、これ。で、コックはグッと深くこっから、 強烈に入れてって、むしろなんか、オーバースイングで若干のシャフトクロスしてますもんね。えー、痩せてるときはね、こんなにね、コックも入れてなかったし、オーバースイングには全くなっていなかったので、ここも変化ですよね。で、こっから結構シンプルなんですね。ダウンスイングも特徴的なダウンスイング、何一つ行っていきません。基本、基本に忠実。えー、やや、フェイスはオープンですが、こっから、 アームローテーション、フェイスローテーションしっかり入れていきます。ここでもやや開いてますもんね、これね。でね、何一つ別、こっから変わったことしません。シンプルに、で、下半身の動きもそんなに強烈に地面反力使うわけでもない。ツイストする動きを使うわけでもない。えー、非常におとなしい下半身。もう本当にね、上半身の強烈な筋力、フィジカル。これで飛ばしている。 そういったイメージですよね。で、ここはしっかりマキロイのように、マキロイほどではないですが、アームローテーションを入れていきますね。緩やかにフェイスが返っていくのが分かってると思います。分かると思います。ここで球を捕まえて高いハイドローで飛ばしていきますよね。で、非常にシンプルだし、何に一つ変わってないこと、変わったことしてないんですが、とにかく、この化け物みたいな体、超人ハルく、 この筋力によってぶっ飛ばすそんなスイングですそして流行る第1位はトニー・フィナウこの男ですよやはりなんだとすドちゃん PGA のあのドライビングディスタンスとかでもあのマキロイの方が上なんじゃないのなんていうねえー、おじさんゴルファーのね大絶叫も聞こえてきそうですが この人ね、振ったら間違いなく一番飛びます。あのー、丸山茂樹プロもね、解説時におっしゃってましたよね。このトニー・フィナウ振ったのを僕見たことあるけど、間違いなく一番飛ぶよって、こうね、絶叫してらっしゃいましたよね。こう、本当にすごいんですよ。この後ね、証拠の部位もありますので、皆さんにね、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、本当にしなやかでね、 筋骨隆々とかじゃないんですよ、この人は。しなやかに振って飛ばしていく。あ、これですね、証拠の部位ね。これね、弾道測定器、えー、クワットかなんかですかね、これね、測ってるんですよ。えー、キャリーで何ヤード、何ヤード飛んだら、383キャリー衝撃のキャリーですよね。どうすればそんなに飛ぶのか、えー、ちょっとね、スイングから、えー、探ってみましょう。 まずフェイスはややオープンに使っていきます。マキロイと同じタイプで、フェイスローテーション、アームローテーションしっかり入れてって、手元をフェイスが追い越す、ヘッドが追い越して加速していくタイプなので、フェイスはややオープンめに使っていきます。で、ぐーっと上げていくんですが、彼ね、試合で全く振りませんもう飛距離いらねえわいっていうタイプなので、もう方向性だろうっていうタイプなので、全くね、振らないんですよ。見てください、このコンパクトなトップ。 もうここでやめます、トップを。もうあれですよね。あのー、キャメロンチャンプみたいなもんですよね。もう全然振らないんですよ、試合では。もうここで止め、ここでやめ。で、こっから、ぐわっとシャローイングしてえ、ヘッドは外回りして、インサイドからアタックしていくんですね。この動きなんて素晴らしいですよね。飛距離うんぬんではなくて、ゴルフスイングとして非常に素晴らしい。で、グリップエンドをぐー と、引っ張ってって、引っ張ってって、ダウンスイングしていくんですが、下半身の動きも非常におとなしいです。え、地面反力がっちり使っていくわけでもないし、しかしね、ちょっとここでツイストの動きが入りますね。腰、やや止める。で、ここで止めた。そこでビハインドザボール作って、体と、え、クラブが引っ張り合って、一気にクラブヘッド加速していく。え、ここのタイミングでグリップエンドが後方に、ここ。 見えてますよね見えてるということはこれアームローテーション相当入れてます、えー、マッキロイと一緒ですよね、ここ,、ね、こ,こら辺はね非常に素晴らしいスイングですよねもう飛距離うんぬんじゃなくてスイングはもうまず素晴らしいかっこいいでね、もう全然振ってないんですよもう軽くラインを出してるだけそのトニー・フィナウが本気で振るとこうなります、えー、いくつですか これ、ばかげてますね、まずボールスピードが。198マイルってこれ、いかれてます。えーっと、出ますかね、これね。これ、トラックマンで飛ばしてるんで、なんだ、このキャリーは。そして、400ヤード超えてる、トータル。なんだ、このばかげた飛距離。これ、思いっきり振ったよ、今のも。今度はクワットじゃなくて、トラックマンですね。えー、結構渋いと言われてるトラックマンですが、ボールスピードがばかげてるって、これ。428! 衝撃 !396 キャリーの428ヤードそして飛ばしといえばこの男ニコラスですね <laughs> えー、彼は飛ばし屋なので、こういったつま先上がりの無謀なライから5番ウッドをぶん回しますえー、それでは一応、スイングスローで見ていきましょう。えー、まず手でひょい上げおじさんですね、ここはね。お得意のひょい上げ。このライからね、まず、 この5番ウッドをフルスイングするっていうね、まずこのいかれた判断ね、このイカれたジャッジはどっから来るんでしょうね。どういったインスピレーションでここを、よし、5番ウッドフルスイングだっていう結論に至ったんでしょうかね。どういうつもりなんでしょう、彼は。で、5番ウッド、このつま先上がりでフルスイングするとどうなるかと言いますと、無論、大打振りの大ぐしゃりですよね。そして右足を見てください。ずり滑ってますね、ここね。 めちゃくちゃずり滑ってます。お、そして、ちゃんと見ると、これ、ゴルフシューズ忘れてますね。これ、完全にゴルフシューズ忘れてますよ。ブーツでラウンドしてますね、これね。いつも私服の時に履いてってる、一長ラのブーツでラウンドしてますね。これ、ゴルフシューズを完全に家に忘れてきたんですね、これね。で、つま先上がりで、 これフルスイングしたもんだからもうブーツなんてもうグリップの力何もスパイクも何もついてませんからこれめちゃくちゃ滑ってます。で滑ってる分先っちょに当たってこれオーダフリー振りの大ぐしゃりの右 OB すごいですねこれはゴルフシューズ忘れてる人ってこれ久々に見ましたね。なんでしょうねこの辺のもう腕の動きもぐにゃーなってますね。でねこれクラブが見えないともうこれ何のスポーツしてるかわからない。 これ何やってるんですか彼は。もうとにかくが、なんかもう地面が爆破されてます。これ地面になんか投げつけたんでしょうかとにかく地面が爆破されてる。これ何やってんのこれ。これ何のスポーツあ、やっとね、クラブが見えて、あ、ゴルフなんだっての今分かりました。さっきのだともう何やってるか分からない。もうクラブが見えなくて。もうどういうことなんでしょうねこれね。すべて謎に包まれたこの判断といい。このスイング、スパイクを忘れる。 えー、なんでしょうか、この表情は。これ、どういった感情の時、する表情なんでしょうね、これね。呆然自質としています。